南川遥です。やばいよ、髪がさボサってなってる。前髪切ったって、え、前髪ね切ってないんだよね。あのね、私寝てたら前髪が上がる人間なんですよ。でめちゃめちゃ上がってしまいました。こんばんは、はるちゃん、こんばんは、こんばんは、うざみとありがとう、こんばんは、朝配信ぶりですって、やっほー、こんばんは、こんばんはるちゃんって、ありがとう、こんばんは、昨日ぶりですって、昨日ぶりです、来てくださってありがとうございます。なんか本当に前髪いなくなってる、ね、この時間3期生めちゃくちゃ配信中退。確かに思った、それはね。なんかさ、私が始める前、あのみんなのことねフォローしてるんだけどさ、私が配信始める前、なんかいろんな子が、あのいろんな子の配信がなんか渋滞してて、なんか通知鳴ってた、いっぱい。こんばんは、ね、切ったかと思ったって。私もね、自分でね、あれ寝ぼけながら切ったかなって思った、うん、ね、なんか前髪本当に短くなってる、まさかの。ウザミート、ありがとう、こんばんは。今日おしゃべり会支払いしてきたし、ジョージのロンティー買ってきたよって。え、いいな、ジョージ、いいね、ロンティー、ね、配信渋滞ってより多重衝突なのかな。今何人やってるかな、それだけか、あの確認していい、今何人やってるか数えます。3期生だけね、1、2、待って、あれ1、2、3、4、5、6人、今6人やってるね。私の携帯では6人だよ、ね、通知ラッシュだね、通知ラッシュ。こんばんはるちゃん、お疲れちゅんちゅんって、こんばんはるちゃん、お疲れちゅんちゅん、来てくださってありがとうございます。で、寝ぼけながら切ったは危ないって、確かに危ない、それはね。でもなんかわかんないけど、前髪が短くなってるしさ、私本当にさ、なんだろう、めちゃめちゃ顔がむくんでるの。なんか配信前めっちゃ寝ちゃう、どうしよう、どうしよう。明日は休みだよって、あ、そうなのね。じゃあ一緒にさ、埼玉公演見ましょうよね。あ、今日はジョージ1号かなって、あ、今日1号がいい、待って、1号いるよ、ここ、あれ、これ1号じゃない、待って、1号どっか行っちゃった、待って、1号そっちにいる、待って。1号かと思ってさ、こうやって出したらさ2号だったね、待って、1号がここが、これが3号で、1号がまさかのさ、そういえばさ今日片したんだった。1号向こうにある、向こうね。さっき半分以上じゃんって、確かに。でもね、その前にリリカちゃんとかも配信してたんだよ。あと誰だっけ、これからなんだっけ、誰か配信すると思うね。寝る子は育つと言ってねって、そうそうだよね、寝る子は育つからね、これはいいことなんだよ、寝るのは。富山の知り合いちらほら3期生の壇上で見かけるというって、あ、そうなん、ね、どこにいるんだろう、どこだろう。こんばんは、今日も可愛いって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、名前間違っといて。
いちごごめん、ね、いちごをさ、そういえばさ、あのさ、今日掃除してたんだよ。今日寝る前に掃除して、でね、1号と2号がそっちなんですよ。1号と3号がこっちで、2号がこっちでなんですけど、居場所がね、いつも。でも2号と3号だけ机の上にちょっと置いといて、で1号だけ片したんですよ1回。そしたらね、それをね忘れててね、配信で持ってこれなかったね。1号食べに出ちゃった、やばい。ウサビートありがとう、ありがとうございます。ジョージ俺に似てるねって、あ、ほんと？ジョージ似てる？こんばんは、ブザービートありがとう。ジョージ私に似てるって言われてるからさ、だからあれだよ、多分似てますね。ブザービートありがとう。居場所決まってるの？そう、ちゃんと居場所決まってる。そうじゃないとなんかね、片付けられない症候群だからさ、居場所決めないとその場所に片付けられないから、居場所を考えて決めました、イエーイ。ね、本当に前髪消えちゃってるんだけどさ、ゆうはちゃんも始まったから7人かって、やばくないですか？半分以上じゃないですか。あと4人は配信してないってことか。こんばんは、こんばんは、南川遥です、こんばんは。7人も配信中なんだねやばいですね、すごいすごいよ、これたまたまですよ、これ。こんばんは、こんばんはです、来てくださってありがとうございます。南川遥です、よろしくお願いします。3期生配信率 63.6%、 そんなに？すごい。こんばんは、こんばんは、やっほー、皆さん来てくれてありがとうございます。これは、ジョージ2号の配信見たいですね。ハイチュンは天の声的なって、え、待って、2号の、2号見たい、2号この子、こんにちは、みんなやっほー、元気、今日はいい天気だったね、うん、風強かった、待って、私がさ、あ、待って、私がいなくなるとさ、みんなコメントしてくれるかもしれない今日半袖なの、寒くないってね、あのね、あの寒かったのよ、寒くて布団にくるまってる、あ、くるまってたんですよね、で寒くて布団にくるまってたんですけど、お腹空いちゃってさ、なんだっけ、キムチ鍋のあれを、なくなったので、その汁を使ってね、雑炊作って食べてたら、すごく暑くなってパーカー着てたんだけど脱ぎました今めちゃめちゃ暑いです。ブザービートありがとう、ブザービートね、突すると面白いんじゃないって、あ、確かに確かにそうかもしれないね。ブザービートありがとう、こんばんは、こんばんはです。
あ、ダメだダメだね、某某なんていうんですか、夢の国ね、富山雨が降ってたって、そうなん、こっち雨降ってたかな、新潟って雨降ってました、わかんないね、新潟降ってない気がするんだけどさ、でも夕方降ってたかな、わからない、で肩まで沼に浸かった約300人が今配信見てるとって、そんな感じですね、300人の方約私の配信見に来てくださってるね、雑炊うまそうって、美味しかった、ブザービートありがとう、ブザービートね、鍋の残りもうないって、もうないよ、もうない晩ご飯それだけで食べ足りるって、わからない、これから食べるかもしれない、またうーんどうしようね、ね、某ネズミのキャラクターって、そう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 だよ、そうね、それははるちゅんが知ってるんじゃって、あのね、はるちゅんね、今日ね、家帰ってきてその後あれなんですよ、ずっと寝てたからね、雨降ったのかなって、なんか今日ずっと曇りだったじゃないですか、曇りでどうなったのかがわからないその続きが、ブザービートありがとう、はるちゃん来たよ来たよ来たったよ、来ちゃったようだ、ありがとう来てくれて、こんばんは、ね、また台風来るしって、なんか15号だっけ次、ハハって笑うやつねって、そう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 、来週ポイってありがとう、ピーピー、新潟降ってない、あ降ってないか、ブザービーターありがとう、今日ははるか村改装4周年記念日おめでとうございます、村長代理さんってありがとうございますこんばんは、来てくださってありがとうございます、こんばんは、また寝てたのかって、え、そうなのよ、そうなんか最近早起きしすぎてこの時間眠くなっちゃうんですよ、夜じゃなく、私はなんかすごく寝ちゃってた、やばいやばいやばい、寝ちゃダメ寝ちゃダメって思ってても寝ちゃう、ほんとよく寝るねなんか気まずい、なんか気まずいね、寝ちゃう、なぜかわからないけど寝ちゃう、我が家もキムチ鍋だったよって、あ、ほんと嬉しい、一緒だね、でラーメンとチーズを入れて食べたよって、締め美味しそうね、私はご飯とチーズと卵、寝る子は育つからまた背が伸びるねって、確かに育っちゃうかも、大阪は晴れてたけど急に雨が降ってきてそれからほぼ曇りだったよって、あ、そうなん、なんか天気があれですね、ちょっと最近、ブザービートありがとう、待って、ラブレターだ、ラブレターありがとう、あ、結婚してたって、やだプロポーズされちゃったあ、なんだっけ、モンブランありがとう、あとショートケーキもカップケーキもシュークリームありがとう、嬉しいね、あ、誰もありがとうございます、ゴロ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 ありがとうございます、嬉しいです、昼寝するとよく眠れ、あ、寝れなくならないって、え、でもね、私夜寝れますよ、なんかね、昼寝しても全然加算されないんですよ、私
全然寝れます。ね、ブザービートありがとう。はるちゃんの一日は朝配信、学校、寝る、夜配信、夜ご飯、お風呂、寝落ちパターンって、なんでわかるんですか？めちゃめちゃなんか当てられちゃってる、やばい、どうしよう。生活リズム変えないといけない。これはこんばんは、こんばんはです、こんばんは。はるちゃんとなつきちゃん同時に見てるって、あ、いいね、それね、おい、ね、いいね、いいね。 NGT は寝起き配信が多いですねって、あ、そうなんですか。よし、3メートル目指せて、やばいやばい、3メートルの方いるのかな。ブザービートありがとう。言い伝えでは牛乳いっぱい飲んでよく寝る子は背が高くなるんだとって。私さ、牛乳さあんまりさ好きくなくてさ、好きじゃなくてあんまり飲んでない人間なんですよ。飲まない人間なの。でもなんか結構伸びちゃった。はるかさんこんばんは、こんばんは。ね、寝だめできないからねって、そう、はるちゃんの配信前にベルちゃん配信見てたよって、いいね。私ね、ベルちゃん配信見ようかと思ったらね、寝てた自分が。で、そっち、高校卒業したら本当ずっと寝てそうって、やだ、なんでそんなこと言うの。でも本当にさ、そんな感じになっちゃうかもしれないね。その生活はもう直さないといけない。ヨーグルト、あ、ヨーグルトは食べれます。ヨーグルト好きです、めっちゃ。でもね、甘くしないと食べれないんですよ、めちゃめちゃ。あ、私甘党なんですよ。甘党でさ、めちゃめちゃ甘くしないとダメで、あのさ、ブルガリアヨーグルトだっけ、なんかさあるじゃないですか、なんか甘いヨーグルト、こういう大きいやつあるじゃないですか。あのヨーグルト、あの砂糖を漬け足す、あの砂糖をあのいっぱい入れて混ぜてから食べる。めちゃめちゃ甘くて、なんか家族に、え、もう本当にやめた方がいいよその食べるのって、なんか甘すぎるって言われた。私は背が縮みましたって。そうなん、ね、3年寝たろうって、ね、3年寝れるかな、冬眠じゃないですか絶対。3年後は仕事配信以外寝てそうって。確かに、確かにそうかもしれない。で、次のツーショットおしゃべり会、はるちゃんとなつきちゃん一緒にならないかなって、わからないけど、あ、ツーショットのおしゃべり会、グループのやつでしょ。え、でもさ、なんかなつきちゃんと2回連続一緒になった時あって、多分違うメンバーになるかもしれない、わからない、どういう仕組みなのかがわからないけど、今のところなんかあのメンバーバラバラにされてるからね、わからない、どうなるんだろう。今日ベルちゃん配信お絵かきやってたよって、ドラえもん描いてた？あ、ドラえもん描いてた？え、私ドラえもん描けるよ。ね、僕も甘党男子だよね、甘党だよね、私も甘党です。ドラえもん描けます。あ、丸うまくいかなかった。丸うまくいかなかった。やばい。どうしよう。なんかこんな体はちょっと自信ないけどさ。え、待って、意外とうまくいった。見て、え、うまくない？これ、こっちか。え、意外とうまくない？
うまくない？え、なにこれ？え、うまっ！なにこれ？ね、こんばんは、こんばんはです。ね、砂糖かけないと酸っぱすぎるよね。わかる、それはわかる。ね、8年後不安だなって。ヨーグルトに砂糖入れるの？あー、でもそうかもしれない。ね、伝説の3連、そう3連、そう、ゆうはちゃんとなつきちゃんと同じだった。ね、お絵かき配信ね、いいね、いいかも。はい、タケコプターって。甘いの好きだけどヨーグルトにお砂糖はかけないかなって。あ、ほんと私だけかな。ね、春江もね、うまくないこれ、ほんとにやばい、どうしよう、うまくなっちゃった。ね、キャッキャッってブルガリアの砂糖美味しいよねって。そうだよね、美味しいよね。ね、うまくないですか、めっちゃうまくない、なんかめっちゃ褒められてる、私に似てますって。あ、これこれこれ、まさかの。ね、あれ、ベルちゃんと一緒。ね、画伯素敵よって。うまくないですか、めっちゃ、私びっくりしちゃった。ドラモン描けるんですね。で、胴体が懐かしい絵描き歌で描いた感じかって。え、そうです、そう、あの6月6日に UFO がみたいなやつ。ね、はるちゃんのイラストをアイコンにしてもいいですかって。あ、いいよいいよ、全然全然使ってください、ぜひぜひ。ベルちゃんも似たようなドラえもん描いてたよって。あ、本当？まさかの、まさかのその絵描き歌懐かしい、懐かしい、本当？ドラえもん直筆サイン入り生写真にイラストとかお願いしたら描いてほしいなって。あ、全然描けますよ、全然下手でもいいなら、下手でもいいなら書く。え、書き歌知ってますよ、知ってる。あ、シュークリームありがとうございます。え、待って、なんて言った？はる、直筆って言った今。待って、もしかしてさ、直筆って言った？あ、直筆、あ、直筆、直筆って言った私。あ、待って、ダメだダメだ、カット、ここカット、ここ、ここカット、カット、ここカットしないと、ね、カット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 。待って、あのね、コメントやばいよ、やばい、ここカットカットカット。で、前にもやったよね、前にもやっちゃった、もうやらかし、やらかし、2回目だよ。アンパンマン、アンパンマン描けるかな、待って、アンパンマン、ボールペンで描こうかな、なんかペンで描きづらかった、ペンで描きづらかったよ。ね、アンパンマンってどんな顔してたっけ。あ、そっぱそうな、そう、待って、これ失敗したな、ここに書くわ。いや、ダメだ、え、ダメだ、丸がうまくいかない、待って待って、ちょっと待って。で、ショールームにカット機能がついたのやって。え、そうだよ、そう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 、カット機能つきましたね、私の配信だけなんですけど。いや、アンパンマンってどんな顔してた。なんか困ったアンパンマンに、ね、太っちゃアンパンマンになっちゃった。待って、太っちゃアンパンマン、え、待って、反射しちゃう。
反射しちゃう、どうしよう、うん、アンパンマンがちょっとちっちゃすぎたな、アンパンマンの顔がわからなすぎてアンパンマンの顔本当にわかんない、どうしよう、これ、これなんかあってそう、カンニング、あ、ありがとう、待ってこれじゃない、こういう感じじゃない、ペンで書けばよかったな、やっぱりね、なんかちょっと似てるよね、できてる、端っこに書いたねーってごめんごめんね、あのね、なんかさ小さい頃に描いてた絵は描けるんよ、何、動物の絵とかが無理なんだよね、動物とか、いや、あのカエルだって見たことないもん、カエル、ね、カエルってどんな顔してた、私ちなみにあれはね、いや私本当は絵うまいんですよね、本当はうまいよ、本当に本当はうまいね、やっぱりやっぱり絵はうまいんですよ私、ね、カエルだけで、あのカエル、あ、バラありがとうございます、ありがとう、待ってライオンね、誰もうまいって言わないって、本当だよ、うまいって言ってくださいよ、うん、え、ペンで書いたら余計にさ、なんか下手になったかもしれない、ライオンを書いてます、待って、ライオン、あ、やばい、あ、うまいよって、待って、3期生誰がうまいかわからない、え、どうこれ、え、どう、3期生ね、誰がうまいかわからない、え、でもね、夏希ちゃんとか可愛いイラスト描きますよ、めっちゃ、誰だろう、なんかみんなね、なんか画伯が多すぎて誰がうまいかわからないね、わかんないけど、あ、うまいねって、うまい、あの伝説のシマウマかよりはマシ、あ、うまい、うまい、これ、タイ、太陽じゃない、ライオンだよ、ライオン、ノートに太陽太陽じゃない、やだ、太陽じゃない、ひまわりじゃないあ、待って、うさぎ描けるんですよ、そう、うさぎは描ける、まさかのうさぎは描けちゃうんだよ、私さ、うさぎはさ結構前に描いたんだよ、ね、うさぎ、ひまわり、ひまわり顔ついてる、待って、うさぎあるね、うさぎある、ここ待って、どうやって、どうやって反射をさなくせるかね、うさぎかけるんだけどさ、この子うさぎ、こちらで、こちらになっております、こちらキリン、なんでね、キリンって何、キリン、ね、うさぎは、うさぎはかける、反射、ね、反射しちゃうんです、そう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 、うさぎのうまさは分かったでしょ私の、ね、キリン、キリンってさどんな感じ、あ、こんばんは、今日も可愛いって、ありがとう、え、キリン小さすぎるなこれなんか角生えてますよね、なんか、
こんな感じだ、できた。え、これかな。ね、首長いよね。いけた。キリン、キリンです。なんか意外と似てたね。え、こんな感じじゃない。かわいい。キリンレモン美味しいよねって、美味しいよね。あの炭酸のやつでしょ、キリンレモン。ね、こんばんは、こんばんはです。かわいい、憎めない。え、柄がない、柄がない。なに、え、キリンって柄あるんですか。なんかこの絵のタッチ見たことあるよって、嘘。ね、画伯スイッチじゃない。え、キリンって模様あんの？嘘。キリンと太陽。あ、違う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 。キリンとライオンです。え、嘘。え、初知り。初めて知った。嘘。キリンって模様あるの？嘘。え、嘘。模様描いてみようって。え、どういう模様？なんかこんな感じ、なんかこんな感じじゃない。なんかいろんなところに模様がついてるってことでしょ。なんか丸かな。え、うまくないこれ。え、めっちゃうまい。え、めっちゃうまい。めっちゃうまいですよ。迷いかけた、うまい。え、これもうキリンだ。え、こういう模様でしょ絶対。だってこうやって線描いちゃったらさ、シマウマになっちゃうから、多分こうでしょ、丸でしょ丸。一回動物園行ってきてって動物園さ行ったのさ小3ぐらいかもしれない。北海道から50ハルチューンって、50カウントありがとうございます。え、これじゃないですか。え、当たってますこれ。キリンの目がなんか某坂道系アイドルが描いた自転車に乗っている人の目に似てるって。嘘。本当。首の長さ、あ、首の太さと胴体の太さが同じなのよって。確かに、確かにそう。50メートルくらい離れたところから見ればえ、これキリンじゃないですか。これこれめちゃめちゃキリン。え、うまっ。あ、やばいやばいやばい、ノートが、ノートが落ちてしまいました。ね、やばいですね。ね、ここ、ここからだったらもうキリン。あは、あはは、かわいいって、ありがとう。待って、ヤフってみる。え、待って、これ、これはこれ、これうまくない？これうまくないですか、めっちゃ。ね、ヤフってみるか。背景に飾る？ね、ドラえもんわかる？ね、坂道メンバーと同じくらいの絵だなって。え、どん、え、うまくない？めっちゃうまいやん。え、ドラえもん飾ってていいのかなこれ。これはやばい、もしかしてやばい。ドラえもんは、ね、シュールすぎたね、シュールすぎ待って、ドラえもん上手。嘘。
ね、絵なら平気確かにね。ちょっとさ、キリンちょっと調べていい？ちょっとキリンを、まずキリンを見たい。キョンシーみたいになってるって確かに。だってキリンをヤフル、キリン、待って、キリン、イラスト本物キリン、え、なにこれ、近っ、なにこれ、顔しかない、体じゃない、あ、こんな模様、なるほど、待って、これ近かった、意外とキリンやばい。でそれで公園出ようって、多分これ取れちゃう絶対。これじゃあ先着1名様にプレゼントいたします嘘です。待って、なんかさ、ペンで書いたからさ、裏がうまくない？これ、裏うまくないですか？これもしかしてさ、こっちよりさ裏の方がうまいかもしれない。裏の方がうまい、え、嘘、裏の方がうまくないですか？ベルちゃんにパンダ描いてってコメント送ったら、今度と言われた。あ、本当？ね、裏写りすごいうまくない？これよりこっちの方がうまい。で壁紙代わりにその絵入れておこうって、え、いいかもしれない。で生誕 T シャツのデザインいいね。え、なんかこっちよりさ、こっちの方がうまく感じるんですけど、やばい、なんでだろう。じゃあもしかしてキリンもさ、裏写りの方がうまく感じるっていうこと？反転すると可愛くなる現象起きてる、これ絶対。じゃあキリンもいけますよ、これ絶対。全然ダメだったかもしれない待って、首が消えちゃってる、ここダメだ、うまく見えなかった逆効果だった、こっちの方が可愛かった、こっちの普通の絵の方が可愛かった変わらねえ待って、ダメだね、変わらなかったね、悪化しちゃってる、ちょっと首がなんかなくなってる。パンダ、パンダいいよ、描けるよパンダ、ね、パンダ、パンダ、パンダ描いてあげるよ。パンダってさ、どっちが白だっけ、目元が白だっけ。え、目元が白だっけ、目元が黒だっけ、どっちだっけ。パンダってどっちが、パンダ、あ、目元が黒ね。え、じゃあどうやって目描くの、これもしかして目描けないパターン、目元が黒、え、目描けなくない、これ絶対目描けないよ、これね、スクショタイムの準レギュラー入りしちゃうかもしれない。今日も綺麗、え、アンニョン、来てくださってありがとうございます。待って、意外といい絵を描けたかもしれない。待って、ちょっと待ってね、あとちょっと塗るだけだから。あー、でもなんか塗りつぶしてる感が半端ない。あー、やばい、どうしよう、やばい、片目が潰れちゃってる。で、どう、これパンダ、パンダかわいい、なんか片目潰れちゃったんだけどさ、パンダ、え、垂れ目じゃない、これ垂れ目、垂れ目のパンダよ、これ、こ
ちらこそありがとうって、いや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 、こちらこそありがとうございます、本当に。あ、うまい。わかる、嘘、かわいい、パンダに見えなくもない、本当。でもさ、目ってどうやって描けばいいんだろう、これかわいい。これもしかして裏にしたらめちゃめちゃ可愛くなる現象は起きますよ絶対。裏にしてみた、これはパンダ。だってこれ裏にしたらめちゃめちゃ可愛くなるかもしれないね。パンダ褒められるとは思わなかったな。ね、うまいね、うまい、ありがとう、うまいって言ってくれてめちゃめちゃ嬉しい。ん？待って、画伯の絵欲しいよって、嘘、私の絵欲しいって言ってくれる方いるんだね。一番うまい、え、そこまで、そこまで言われちゃう。猫いいよ、猫描いてあげるよ、猫、猫意外とうまいんだよね。幼稚園から描いてきたから猫はうまい、一番うまいって言わせる自信があります。猫ってヒゲあったっけ。え、かわいい、この猫、この猫かわいい。あ、こんばんは、南川はるかです、こんばんは。見て見て、かわいい猫、なんかかわいい、嘘、ね、パンダよりかわいいよこれ、猫かわいい、可愛くないこれ、ね、猫可愛くない、え、可愛い、え、これ本当にやばい、可愛い、嘘、猫、猫だよこれ。今日はね、配信ね9時半までってなってます、一応。猫、待って、動物格配信になって、犬、犬ってどんな感じでしたっけ。待って、犬、待って、犬かけた、犬かけたんだけどさ、犬かけたけどめっちゃちっちゃくなっちゃった犬、ね、だんだんと上手くなってるって、嘘、ね、犬だよこれ、これちっちゃくない、なんかね、犬、犬めっちゃ早くかけた、犬、犬、え、待って、褒められちゃってる、やばい、どうしよう、え、こっちも褒めてくださいよ、こっちも、こっちも褒めて、これ。これ全部。犬と猫どっち派って、ね、私ね、でもね、最近ね、もう本当にどっち、どっち、どっちだろうって思ってて、なんだろう、でもね、犬、犬飼いたいです、今、今のところ犬飼いたい。でも猫もすごいね、可愛いなって、子猫可愛いなって思ってて、でも犬も可愛いなって、もうどうしようね、犬飼いたい今のところ。自称ライオンは破壊力抜群って、自称じゃないよ、自称じゃない。やだ、なんで自称にしちゃうの。あ、美味しい。
ら豚じゃないって。どれ？これ？もしかして。これかな。もうライオン欲しいですって。あ、ぜひ書いてあげるよ。ぜひここから書いていいですか、こうやって。あ、ダメだ、先端恐怖症の方いたらごめんなさい。今のごめんね、本当にやらかしたね。こうやってさ、画面越しにさ書くやつあるじゃないですか。ここに書いていい？じゃあ皆さんにプレゼントするよ、ね、ひまわりじゃないよ。今日はまたコップが違って、今日あのね、コップね、いっぱいあってね。そうだから毎日違うコップ使ってるね。スポーツ選手がよくやるやつねって。そうやってみたいの、それをやってみたい。私サインができたら絶対やる。こうやってシュッ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 って言うやつ、わかんないけどそうやってみたい、いつかやってみたいね。タンブラー集めてるのって、いやタンブラーは集めてるじゃないんですよ。なんかなんだろう、なんかね、コップをねプレゼントしてもらえるねことが多くて、あの家族からなんですけど、家族とか友達とかに誕生日プレゼントとかにコップをなんか私プレゼントしてもらえる機会が多くてね、なんかもらったコップをねよく使ってるんですけどさ、うん、レンズにサイン間違っても油性ペンでやっちゃダメよって待って、これ油性ペンなんだけど今やろうとしてたの、ダメだね。カメラにサインのやつやって、え、あれどんな感じでやってるんだろうね。ね、こんばんは、こんばんは、アルフィビビさん、何卒よろしくお願いします、ね、コップ困らないよね、だからうん、そうだからね、いっぱい使ってる。何とぞなのこれ、何卒じゃなくて何とぞダメだ、2回目、あ、カットお願いします、ここをカットで。なんかカバーをしてはるんでしょあれって。あ、そうなん、そうなんですかあれ、カットし、あ、カットじゃない、カバーしてるんですか。透明な板に書いてるよねって。あ、そうなの、嘘、知らなかった。じゃあ透明な板買ってくればいいのか、ここなに卒は北原キャプテンもやっちゃったやつって。あ、本当ならよかった、大丈夫、カット入りましたって、はいカット、テイク2行きましょうって。わかりました、待って、じゃあもう一回コメント読むね、いくよ。アルビビビさん、何とぞよろしくお願いしますね、待って、これは面白いね、何卒って、やばいやばいね、漢字がわからない、もう。どうしようね、ショールームさんにさ、振り仮名ってつけられないですかやばい、ダメだ、はい、オッケー、お疲れ様でしたって。あ、お疲れ様でした、ありがとうございます。はやかちゃん、今日も可愛いですって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございますなんか顔芸してるみたい。なう、ありがとう、こんばんは、こんばんはです。やっぱり3期生学力テスト開催してほしいね。誰が1位になるのかな、え、皆さん予想してみてほしい、皆さん予想してみてほしい、あの1位と最下位を教えてほしい、あの頭いい1位と
最下位ですか？最下位っていうのかな。ねえ、どっ、え、ゆうなちゃん、え、ゆうなちゃんか。待って、これ最下位あなたっていうこと？1位リリノちゃん、意外と点数取れちゃいそうな予感って。私さ、意外とさ、私頭いいんですよ本当に、ね、やればできる子なので。そう、今までやってこなかったからこんなにやばいんですけど、やればできる子なのでさ、意外と点数取れちゃうかもしれない。リリノさんが無難に1位かなって。本当？本当に？え、私と予想が全然違う。で、リリノさんも頭いいんですよめっちゃ。でも私さ、なんかさ、年下だからかな、こんなになんか頭よく見えちゃうの。萌えちゃんがさ、すごいさ頭よく見えるんですよめっちゃ。萌えちゃん本当にさ、え、私より年下なんですかね。なんかすごいしっかりしてない？私びっくりしちゃった。自分で頭がいいっていう子はね、うんって。なんだなんだなんだ、1位取っちゃう。3期生ほとんど知らないからなって。あ、そうなのか。で、リリノちゃん筆記持ってるしって。あー、そういえばそうだね。で、抜き打ちテスト危険です。そう、危険なのよ。私さ、言われないと、事前に、じゃないと勉強ね、できないから。ワンちゃんリリカちゃん1位って。あ、確かに。え、待って、これ筆記じゃないの？これ簿記なの？これ何これ、これ騙された。もうダメだ、これダメだ、これ騙しちゃダメ。何簿記って。あ、ダメだ、もうカットカット。もう一回チャンスをください。3度目の正直ですよ。もう一回チャンスください。もう一回私にチャンスをください。待って、もう一回言うよ、これ。いくよ、今のカットで。今のカットで。どこだっけ。あ、いくよ。リリノちゃん簿記持ってるし。あ、そうなの？簿記持ってるんですか？そうなの？すごいですね。よし、これで OK。 これを、ここを使ってください。ここ使ってくださいぜひ。ね、騙してはないって確かにね。あ、筆記と簿記、あ、全然違うねこれね。またやらかした、もっとまたやらかしちゃった、どうしようね。褒めたら手まで届く勢いあるかもって。そうですよ絶対ね。そうそうね、簿記ね。簿記ってこうやって書くんですね。こんばんは、来てくださってありがとうございます。いいところだけ使うんですかって。そうだよ、そうそう、いいところだけ使ってくださいぜひ。意味も全然違うしって。嘘、本当に？簿記ってどういう意味？どういう意味？簿記。なんか難しそうなことが出てきちゃった。ダメだ、後で読む今なんか読んでたらもう10分ぐらい考えちゃうかもしれない。なんか調べたらめちゃめちゃなんか賢そうな文章が出てきたね。うっかりしちゃう、はるかちゃんをなんか好きになっちゃって。え、嬉しい、ありがとうございます。
ね、でもね、頭がいいのと勉強ができるのは別物だからねって、確かにそうだよね。私こんなにさ、バカ発言しちゃってるけどさ、意外と点数取れるかもしれないもんね。で、ただいまで、おかえりなさい。こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。日に日に勉強できるハルチュンルームって、確かに勉強配信になっちゃってる最近。お疲れ様ですって、お疲れ様です。で、一言で説明できないって、確かに。で、今調べたらさ、本当になんか難しそうな文章だらけだった。だからね、後で調べる。難しいよ本当に。はるちゃんいつも仲良くしてくれてありがとうって、優しいねって。優しいよね。私、あ、優しいよねじゃない、間違えた。優しいのって聞こうとしたら、優しいよねって意味が全然違う。やばいやばいやばい、自意識過剰みたいな発言しちゃった。どうしようどうしよう。優しいよねって優しいのって聞こうとしたらさ、優しいよねダメだダメだ、自分で言っちゃう、違う、自分で言っちゃったみたいになっちゃった、間違えたやらかした、ダメだよ今の、すごいダメだ、日本語がもうもうダメだ、もうめちゃくちゃだよってめちゃくちゃだよって、もうやばい、もう頭回ってないかもしれない。やっちまった、やっちまったなって、やっちまったよ本当に、やらかしたはるちゃんお天才って、天才だよ私意外と。待って、リリカちゃんよりかな、頭いいって。リリカちゃん頭いい、リリカちゃんめっちゃ頭いいよ、私びっくりしちゃった。こんばんは、こんばんはです、こんばんは、来てくださってありがとうございます。やばい、そんなところも可愛いから好きって、え、嬉しい、ありがとうございます。待って、今のところの発言さ、今のところの発言さ、めっちゃ切り取られてたらどうしよう、切り抜きされちゃったらやらかしなんだけど、この子やばいってなっちゃう、やばい、どうしよう間違えたね、おもろすぎるわって、ありがとう、面白いならよかった、面白いならよかったですね。はるちゃん自分で優しいよね発言、やばい、どうしよう、切り抜いていいっすかやばいよこれは、なんかこの子やばいってなっちゃうね。やらかしましたね私、びっくり、ね、大丈夫、待って、大丈夫、やばいの知ってるからねならよかったね、知ってる、知ってるなら大丈夫。でもさ、この配信さ来て、あの一回も見たことなくて、なんかその切り抜きだけを見られたらさ、あ、やばいやばいやばいって、この子やばいってなっちゃうえ、待って、なんかさ、その話聞いたよ、ベルちゃんのやつ、ベルちゃんのやつ聞いた、待って、これが目に入ったね、ベルちゃんのあれでしょ、なんだっけ、養豚だっけ、これ養豚だっけ、いや待って、なんだっけね、養部費かなんか言ってたよって、養部費って、それね、その話ね聞いた、ベルちゃんの話、養部費ね、養部費ちょっと笑っちゃう、で養部費って言ったの、はるちゃん読めるよそれは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。あ、田辺先生来てないから大丈夫よって、確かに。タイトルは NGT48 3期生みなみかはるか、自分で優しいよね発言って、やばいやばいやばい、どうしようどうしよう、助けてください。
私やらかしちゃってるね。養分費ってね、なんだっけ、いつ聞いたんだっけな、なんか聞いたのよ。ルアちゃんママだっけな、なんかね、その話を聞いたことある。今日も今日とてルアちゃんから流れてきましたって、ありがとうございます。ようこそ南カールームへ、ハルワールドへようこそね、部費ってね、部費ね、でもね、私ね、それを教わるまでね、全然知らなかった、養豚っていう言葉自体、ね、養豚読めたかって、読める読める、それはなんかわかんないけど読めた。よう部費ってよう部費ね、こんばんは、南川はるかです、やっほー。養分費気持ちは分からなくもないって、確かに。こんばんはです、こんばんは。サマーグッズ届いてたって、あ、本当？いいねいいね、自分で自分のことを優しいよねっていうのをリカ姫以来聞いたことない。あ、リカ姫以来聞いたわかね、え、そうなの、やばいね、私まだそういうこと言っちゃダメな時期なのにこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ハルワールドなんてできたのって、え、できてないんだよね、ね、できてないんだけど、なんか今ベルワールドから来ましたって言われたから、じゃあハルワールド作った、今今作った。日常生活で養豚で使わないからねって、うん、だから意味わからない、意味がわからない、あの、その単語の意味が、養豚っていう。春姫、春姫ありがとう。なんか、え、でもね、なんかね、私さ、そう、あの、私はるかの前が姫かだったんですよ、あの候補が。はるかと姫かっていう候補があって、だからさ、本当はさ姫っていう名前だったんですよ、その姫だからさ、姫って呼んでもいいのよ嘘ね、はるちゃんとりか姫と同じってことかって、はるちゃんは、はるちゃんはりか姫と一緒ってことか、そうなのかな。ただいまで、おかえり、おかえり、沼でしょって、沼、あ、そう、春ちゃん沼、春沼、春かぬ沼、わかんないけど、豚を育てることって、飼育して食肉出荷すること、なるほど。そう、チュン姫、そう、急に急に何何来る、姫って本当に本当に姫って呼んでくれるの、ねえ、三期生みんな可愛くて覚えられませんって、本当ねえ、私も可愛いっていうこと、もしかして、やら嬉しいね、姫うちは作るかって、えどんな感じになるんだろう。あ、そう、姫かってその感じだった気がする、ね、香りの香はそれで、姫かってキャラじゃないよねって、え、そんなことないよ、姫かで生まれてたらさ、姫っぽくなってたかもしれないよね、ごきげんようとか言い始めて、ピメナ総公園中井さんのアンダー行けるなって、あ、確かに、え、でも難しそうね、養鶏はニワトリねって、あ、ニワトリってケイって読めるんだね。ね、姫って呼んだらおぴめに叱られるよって、確かに確かにさ、ね、やばいかも。ベルちゃんは最初養豚って思ったけど、そのまますぎるからって養豚品になったんだってって、なる
ど、急に上から来るよねって、あ、そういうこと、上からね、ちょっとね、たまにね、たまになんか何 S っぽいって言うんですか、なんかたまにね、そういうことをやってみたくなっちゃうんですよ。私そういう人間じゃないから、ね、チュンちゃんはチュン姫にするわって、チュン姫にしてくれるの？で、これはスイーツ部ですわって、あ、ほんと？ごめん、遊ばせ、ダメだ、声出なかった、ワルキー楽しみにしてますって、で、楽しみにしててください、私歌えるかな、筋肉を触らせてよって、可愛いからさ、私歌えるかな、キャラに合ってるかな、で、姫っぽくなってたかもしれない、で、姫かだった場合、姫ちゃんになってたのかな、3期生は今3人しか覚えられないって、ほんと ?3 人、逆に誰を覚えてるんですかね、ね、ごきげんようってなんか変なもん食ったかってやばい、私がさ、そんなこと言ったらさ、みんなにさ、何変なもの食べたのって言われちゃうよね、ね、ブヒってもう笑わせに行ってるよねってちょっとね、私びっくりしちゃった、その話聞いた時、ブヒってドSハルカはどんどんやってほしいって、あ、本当？私ドSというものをあんまり知らないんですけど、ちょっとやってみたいよね、ね、なっちゃんの、こんばんは、南川はるかです、こんばんは、ブザービートありがとう、ね、遊びに来たよってありがとうございます、ワルキーをはるかちゃんが歌うとなるとチュンキーかなって、チュンキーだってなんか面白い、チュンキー、なんかもうちょっと可愛い名前がいいかもしれない、なんかチュンキーだとさ、なんかあれにな、あ、なんかさ、なんかウッキーみたい、あ、ごめん、なんかサルみたいサルに聞こえるね、ハルちゃんとベルちゃんとスモモ、おお、じゃあぜひ3期生11人全員覚えられるように頑張りましょう、沼木ワルチュンでしょって、あ、ワルチュンかわいいかも、それはワルチュンかわいい、カワキカワキね、ド S、 ツンデレのツンの部分だけに特化することって、ツンデレもわからない、なんか出れることはわかる、なんかさ、あれでしょ、なんか甘える感じでしょ、ツンってさ、その逆ですか、もしかして、もう、や、なん、どうやるんだろう、わかんない、おもろい、はるちゃんはムードメーカーになれるよって、あ、ほんと嬉しいな、それは、こんばんは、スリーポイントシュート、スリーポイントシュートピー、サルみたいにジョージか、ジョーキー、やばい、ワルチュンかわいいね、ワルチュンはかわいいと思う、なんかチュンがかわいいから、カワキーだと乾いてそうで確かに、頑張ります、11人勉強中ですって、ぜひぜひお願いします、南キー合わねえって、南か合わないね、なんかワルキーのところをワルチュン歌わねえってね、今度歌ってみたい、ワルキーまださ、全然さ、あのカラオケで歌ったことないんですけど、ワルキーっていう歌を、でもよくいろんな方がやってるじゃないですか、公演とかで、ライブとかでやってるのを見て、で今度私もやってみたいな、似合わないかもしれないけど、やってみたい、一度は。ウッキーってもう猿なんよ、それ猿なんよウッキーって
似合うよきっとって、あ似合うならやってみたい。こんばんは、ファンレベルが8に上がったよ、おめでとうね。桜木町もでもすごい、私難しそうね。そもそもカラオケにあるのってわからない、このカラオケ機能にあるのかはわからない。え調べていいですか今ね、今調べていい、イヤホンあるので一回イヤホンさせば多分カラオケ機能いくので、そしあるなら練習してくる。衣装あれだけど大丈夫って、確かに衣装ねすごいセクシーだよね、私やばいかもしれないね。初めましてチュンチュンって来てくださってありがとうございます。なんか初めましてな感覚がないね、ちょっと調べるだけ調べていい？なんかさ、スイスイがギター弾いてるらしい？本当？ね、桜木町まずはダンサーから、後ろにいるダンサーね、ちょっとさカラオケのさ機能さ、あ待ってこれさこのまま調べられるみたい。マルキー、あるやん、あるじゃん、嘘ね、セクシーの衣装見てやばい、身長の高さが生かされそうね、生かされるね、確かに桜木町は家から近いところだから歌って、あ歌になってびっくりって、あ本当？チュン姫のワルチュン、あワルチュン楽しみやんなって、ね、楽しみにしててね。で桜木町、あ桜木町あるの？でワルキーをさ今探しててね、なんかえそりゃあるっしょってね、なんかねたまにねなんかねない曲もあるんですよ、ない曲があって、でなんかこれもないかなって思ったらありましたね、あるとなったらやるしかなかろうって、確かに。で桜木町ある？ほんと？はじめましてって、なんかはじめましての感覚がない、なんでだろう、私がさルアちゃんの配信行き過ぎたから、なんかはじめましてじゃない感覚。来てくださってありがとうございますね、なんかはじめましての感覚がない、やばい、なんでだろう。ブザービート南川さん、スワローズ負けちまったよって、あそうなの、ね、桜木町はあるよ、それは知らんかった、ね、12周年のアンダーでまこちが悪気にならぬ悪まこセットリストにあったらやばいよって、確かに確かにさ、まこちちゃんがやってたらやばいよ、ね、そんなに来てるのかって、そうそうで、いっぱいね、あのらあちゃんの配信は多分3期生の中で一番いっちゃってる気がするね、だからなんか初めまして感覚がないルアさんのファンの方に会うと、なんか初めましてじゃない感覚、ね、桜木町はうちの村長がよく歌ってくれるから知ってるのよって、あそうなの、桜木町って横浜にもあるんだよねって、そうなん、知らなかった、みなとみらいがある桜木町って、うん、そうなんだ、知らなかった、本当にって、ベルチュン、あベルチュンじゃないベルちゃんの配信見てて、ハルちゃんの配信も見たくて来ちゃったって、え嬉しい、
ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ぜひハルワールドもよろしくお願いしますやばい。じゃあ俺も初めましてって、俺も初めましてって全然じゃん。もうオーディションの時から解禁症じゃないですか。ね、明日は川口昼夜頑張りますって。お、いいじゃん、私も行きたいな。私はまさかのオンラインで応援ということなので、皆さん楽しんでいってね。ねえ、前も初めまして、あ、これ読んだな、これ読んだ、これ読んだ、いやこれ読んでないね。前も初めましてって言ってみたかったってね。なんかずっと前にさ、あれだよね、なんか来てくれて、なんか皆勤賞じゃなくても、なんか皆勤賞じゃないけど、なんか意外といる気がする。初見ですって、いや初見じゃない、全然全然初見じゃないハルワールド、そうハルワールド、桜木町といったらまず横浜の方を連想する関東民って。え、嘘、私関東民だけど知らなかった。桜木町ワールド増えた勝手に増やしちゃった。で、遥か沼に引きずり込むチャンスじゃないかって。確かに遥かワールド、あ、春ワールドじゃなくて遥かむ、はるか沼しょって。確かにそうかも。うん、富山の桜木町もいいよねって。え、わからないんですよね、全然。なんかね、行ったことないんですよ富山を、富山県だから、わからない全然。ブザービートありがとう、こんばんは。待って、ペンライトありがとう、ペンライトありがとうございます。ハルワールドも応援してるねってありがとうございます、めちゃめちゃ嬉しい。当日券があるよ。あ、そうなの。確かにほとんどいますってね、その名前もう覚えちゃったこんばんは、南川はるかです。来てくださってありがとうございます。え、ペンライトありがとうって言った、ペンライトありがとうって言ったっけ。待って、わかんなくなっちゃった。初見です、嘘ですって、え、嘘ですって言わなくても多分ね、初見ですって気づいたね。あ、嘘ついてるってもうね、コメントをいっぱい書いてくれる方とかもうめちゃめちゃもう覚えちゃってる、認知しちゃってる私の方が。じゃあ僕も初めましてって全然違う全然よ、全然初めましてじゃない。最近朝配信とかもすごいコメントしてくれて嬉しいです。はじめましたってはじめましたで、3期は沼しかない、で沼しかない、まさかので、こんばんは、こんばんはです。逆に富山の方は歌を聴くまで知らなかったって。私もね、歌を聴くまで全然知らなかったんですよ。でもなんか最近じゃないな、最近じゃない、うん、なんか歌を聴くまで知らなかったんですけど、最近じゃないな、ずっと前、いつだっけな、2010何年ぐらいだよね、に聞いた。なんて言おうとしたんだっけ。3期沼しかないって、ギャー、はるか沼に溺れちゃうってね。沼、沼ってください皆さんね。あ、行った、もしかしてペンライト行った、これペンライト何回も言ってる。あ、誰もありがとうございます、ゴロ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 、ありがとうございます、こんばんは。コメント認知いいなって、え、いや認知してます待って、まさかのさ、コメント認知いいなじゃなくてさ、もう覚えてるんですよ、そうね、なありがとう、待って、ちょうどぴったりにありがとう、本当に嬉しい。で、今何分だろう、多分1分は過ぎてる、あ、1分過ぎてた、
言い張った言い張った。え、南川さん、俺も千葉だから本当です。浦安の隣ですって。浦安の隣ってどこでしたっけ。待って、マップを開こう。待って、あ、でもさ、大きな声で言えないから、大きな声では言えないから、あのみんなはあんまり引っかいてね。あ、ここね、ここ、なるほどね、認知されてたって。認知してますね。ね、冷やしはるか始めましたって冷やさないで。ね、僕はこんなにはるちゃんに沼るとは思わなかった。ただ立ち寄っただけなのにって。え、嬉しいね。沼ってる、みんな沼っちゃってる最近。こんばんは、南川はるかです。来てくださってありがとうございます。なるほど、温めはるかはいつ始めるのかなって。どうなんだろう。ちゅんちゃん、ちーばくんって言うとかなり下の方に住んでるんじゃないって。え、なんで、なんでですか。ちゅんちゃん下の方に住んでる。間違えたよ、市川だよな間違えた。ブザービート、ありがとう、ありがとうございます。スイスイが12秒歌ってる。嘘、待って、私歌いたい待ってね、なんかさ、歌歌ってるって言ったらさ、歌いたくなっちゃった。市川市民は浦安市の成人式に嫉妬しまくるよ。はあ、そうなん。ああ、確かに、あ、夢の国だっけ、成人式浦安市ね。はるちゃんね、6分で歌っていい。12秒は歌わない、歌わないけど、なんか1曲歌いたくなっちゃったね、ちょっと、あ、ワルチュンは歌えないんだよ、まだ練習してないのよ。なんか、いや、ワルチュン歌えないよ。ね、何歌おう、何歌おう。12秒じゃないんかいって。12秒じゃないまさかの。ね、ちょっと時間までちょっと歌う。何歌おう。あ、12秒じゃない、まさかの、ごめんなさい、12秒じゃない、どうしよう。難しいね、何歌おうかな。ちょっと延長になっちゃうかもしれん。待って、いろんな曲が、いろんなこと、いろんな曲が、なんかいろんな曲がさ、あのリクエスト来ちゃってる、ね、選んでるうちに時間切れはなしだよね、絶対なし、それはやめとく。で、リクエスト多くてさ、何歌うか迷っちゃうんだけど、どうしよう。意外とリクエスト多かった、ね、配信でやったことない歌、ね、配信で歌ったことない歌、なんかさ、まださ、待って、国歌がめっちゃ来る。国歌めっちゃ歌っちゃってるんだけどさ、はっきり言ってほしい、歌ってる？嘘、身の盛りある気がする。ヘビロテいいね。
待って NGT の曲でもさ、みんなリクエストく世界の人へ、世界の人へいいかもしれない。何かがいる坂道とか得意なのに行こうって。なんかさ得意じゃないけどさ歌いたい曲あったんだよね。あ、ポンコツいいかも。待って、君好き、あ、でもさしゃべぴ待って、友達で言いましょう。待って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 、ちょっと待ってちょっと待って待って、もうやばいやばい、どうしよう待ってこれさもうダメだ、リクエスト違う、歌いたい曲さ、さ違うんだよ、歌いたい曲さ違うんだよ、欅坂さんなんだよね、一回歌いたかった曲でも延長チケット、延長チケット使います。で下の名で呼べたのね、あるちゃんはっきり言ってほしいそう違う、さそう NGT の曲じゃなかったの選んでたの、欅坂さんなんだよ。いいのかな、皆さんさ NGT の曲をさリクエストしてくれたじゃん。この曲が歌いたかったの、声出るか分かんないけど。坂道知らん、ごめんね本当に。じゃあ、坂道さん、欅坂46さんで二人セゾン歌います。歌えるかな、マイク、そうセゾン歌う、ごめんね本当に。二人セゾン、よし声が、二人セゾン二人セゾン、春夏で恋をして、二人セゾン二人セゾン、秋冬で去ってゆく、一緒に過ごした季節よ、後悔はしてないか、二人セゾン。待って音が聞こえない、また咲いている雑草にも名前があるなんて忘れてた、気づかれず生まれても悲鳴をあげない存在、誰かと話すのが面倒で目を伏せて聞こえないふりしてた、君は突然僕のイヤホン外した、太陽が戻ってくるまでに大切な人ときっと出会える、見過ごしちゃもったいない、愛を拒否しないで、君のセゾン君のセゾン、僕の前に現れて、君のセゾン君のセゾン、日常を輝かせる、いいのかな、ごめん、なんかまさかのさ音が全然聞こえなかったね、死ぬダメだダメ全然ダメだ、こうやって聞いて勉強になりました、ありがとう。
ね、全然さ、ごめんね本当に。音が全然聞こえなくてさ、どこ歌ってるのかがさ心配だった。やばい。途中でうんうんってなりながら。ね。音をさ上げてなくてさ。ね、音をさこうやって上げてなくて、でもうポチッと押しちゃったからさ、こうやってマイク触れなくてさ、どうしようどうしようって思ってさ、歌詞だけで歌ってた。逆によく歌詞だけで歌えたなって。だよね、いやびっくりしちゃった。だからさ、こうやってさ押さえながらさ、本当にちょっとの 音量で歌ってた。ね、やばい。本当？やばい、ちょっとね、やばい、本当に面白い。音程合ってたならよかった。やっぱり私に1時間30分配信は向いてないみたいですね。もうちょっと配信したいんだけど。ね、向いてないかもしれない。うまかった、ありがとう。ね、おかしくなかった。ちょっとね、いきなり歌っちゃったけど、120分コースで行こうかって。ちょっと待って、いいかな、ね、ちょっとだけ、もうちょっと歌いたい、もう一曲歌いたい。もう一曲、明日の配信時間はね、明日の配信時間はまだね決まってないんですよね。もう一曲ぐらい歌っちゃっていいかな。音を立てないように、時間は過ぎてゆくよ、何かやろうとしてても。餃子売る。1時間半短いね、びっくりしちゃった。何歌おう。そんな国を歌ってくれたと好きだと。アンコール、アンコール、配信時間モバメ待ってますって。あ、え、これ餃子じゃないの、これあんこ、あんこなのこれ。スイスイポンコツ。じゃあ私もさ、あれだね、私も NGT の中で一番好きな歌を歌います。皆さん聞いてください。これ書いてくるかな。あ、ダメだ、餃子それ、餃子はこれね。分かったね、NGT の中で一番大好きな曲をアンコールとして歌わせていただきます。それでは聴いてください。南川遥で暗闇求む。白い波が寄せては
違う、ごめんなさい、ちょっとやらかしたさっき音聞こえないからさ、大音量に流したらさ耳が痛くなった、あのうるさかった。今度アンコールって聞いたら缶コーヒーって聞こえるのは僕だけって、ね、今度大きすぎた、ね、やらかしたダメだダメだ、本当にダメだ、カラオケ配信向いてなかった、ね、死んじゃう死んじゃうよ、耳壊れるかと思った、もう本当に大きかった、ね、極端すぎた、そうごめんびっくりしちゃった、耳がやばかった、やらかした、ねえちょっとちゃんと歌いたかったんだけどさ、自分の声がさボーンってさ聞こえててさ、やばいやばい耳痛くなっちゃったって言って、壊れなくてよかったね、ぶっち基本ありがとうございます、本当に。これってさ、待って、なんか歌ってない、なんか誰か、ね、よし、ハートありがとう、待って音符もありがとうございます、音符もありがとうございました、ペンライトもありがとうございました、ね、誰か配信延長してる方いないかな、ね、延長ってダメなんかな、ね、もうあとね、あの10分延長しちゃったからやばいかな、なんかカラオケまともなところだけカットする方が早そうだわって、やばい、そんなこと言わないで、悲しいよ、で絶対にありえないミス、ごめんなさいって必死に謝る、悪いところだけ歌うのかってあ、悪いところだけ使うのかか、ね、もう十分伸びてるから大丈夫でしょって、やばい、ね、歌いたい、もっとポンコツ、ポンコツで締める、え、でもね私今セットした曲が近かった、まさかのまさかのさ、セットした曲が違かった、ね、アカペラでいい？アカペラでいいの？ね、この曲歌いたくなっちゃった、この曲歌いたくなっちゃった、ゆきりんさんすごいね、5時間くらいやってる、嘘、こんばんは、南川遥香です、こんばんは、なぎいち、私今セットした曲が違かった、待ってちょっと、じゃこれだけ歌わせて、あの一番だけでいいから、一番だけでいいから、忙しい、目が回るほど近頃忙しい、追われてるんだ近頃忙しい、大事なことすぐ忘れてしまう、苦しい、大人になっちゃうたび、地球の自転のスピードはどんどん速くなって、一日の長さが昨日より短いとかも、あっという間
待って、これさ追っかけの部分までさ歌っちゃったら苦しい苦しいしか出てこなかった、ありがとう、ね、夏終わってしまったけどさ歌いたくなっちゃった。でも苦しいねこの曲は。一人じゃダメ、これルアちゃん呼ばないと、ね、近頃忙しいのところ本当に苦しすぎて死ぬかと思った今度ルアちゃん呼ぶわ、ルアちゃん呼んでカラオケ配信するね、ベルちゃん、ね、追っかけの部分歌ってほしいダメなの、私選曲が悪かったのか、なんか一人で歌える曲じゃなかったな。でコラボ配信するしかないなこれね、春ちゃんの夏、いや秋はこれからだって、確かに秋はこれから、もう途中でもあこれ死んだなって思ったやばい、これいいところ見せられてないカラオケ配信で、今やばいよこれ、どうしよう、カラオケ配信でいいところ見せられてない南川遥香でございます。待って、ペンライトとかありがとうございます、音符とかもありがとう、コラボ配信やってほしいってね、ぜひね、やりたい、私も初日歌わないと、コラボ配信で、コラボ配信で初日歌わないとあ、水分足りてないのかな、オレンジジュース飲みなって、ありがとう、飲む飲む、ね、グループで歌うように作った曲だからねって、確かに、あ、スイスイとチバーズで、あり、こんばんは、南川遥香です、こんばんはです、6リットルのオレンジジュース飲まないとって、え、あのね今日ね聞いてくださいよ、私さオレンジジュースさ 2パック目まで突入しちゃってるんですよね、あの2つ買ったんですよ、2パック買ってね、買って1パック今日飲み終わっちゃって、1パック1パックそう2パック目まで突入しちゃってて、今オレンジジュース飲みすぎました今日、2リットルいっちゃう、1リットルの 2パック、そう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 です、やばいよオレンジジュース大好きすぎた、ファンタオレンジ好きです、好き、そう好き、お腹タポ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 、何これ、何そのコップに何書いてあるのって、ペアンすごい、書いてあること合ってるんだけど、これ何これね、なんて書いてあるのか分かんないけどさ、書いてあることが一緒だ、おーいえいえ、ペイントか、いや違うな、これなんだろうえ、なんで嘘ねダメだ、もうダメだ、もうどうしよう、どうしよう、やらかした、エゴマンか、もうダメだ、ピーナッツピーナッツか、これピーナッツって読むの
やばい、ペイントかと思った。いや、スヌーピーってタイトルじゃないの意外に知らないよねって。いや、それは知ってるのよ。それはね、それは知ってる。そう、スヌーピーがタイトルじゃないのは知ってます。そうね、英語やばい、どうしよう。ちょっと待って、このコメントをなくすにはもう一曲歌うわ。ね、ダメだ、このダメだダメだ、バカバレちゃうから、ちょっと歌います。一回コメント欄をなくそうね。ペイントだと思ってた、ごめんなさい。ちょっと歌うわ。カットカット。オーイエイエイ、オーイエイエイ、オーイエイエイ、ボウボウ。感情が込み上げてくる、呼吸をするたびに見せられたんじゃない？間に合ったね、よかったよかったね。コメント消えた、コメント消えたよ、よかったよかった。待って、ごめん、アルファベットで書いてしまったって。え、どこが？あのことかな。全然大丈夫です、大丈夫大丈夫。
でいいところ見せられた、今のいいところで再アンドコーで、ね、最高、ありがとう、本当に皆さんありがとうございます。ねピねダメだダメだよ、ちょっとその単語はもう見たくないな。いいところ見せられたんじゃないかな多分ね。ピーナッツ、ピーナッツって何のことだろう、ん、何のことだろう、何だろうかな。それではちょっとランキング読みますね。ねコール私も楽しいね、あの私も見てて楽しかった、ノリノリになれた。あ皆さん音符とかペンライトありがとうございました、嬉しかった。ね、あだるまありがとうございます、ゴロ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 ありがとうございます。落花生がどうしたのね、どうしたんだろう、みんななんかピーナッツ好きなのかな、みんなピーナッツ好き、もしかして春にはピーナッツが好き。ね、楽しかったね、楽しかった。で千葉だからピーナッツだよなって、そうだよな、そうだよね、ね。で千葉だからか、八街の名物って確かにそうだよ。ね忘れた日にネタにされそうで、何のことかな、何のことだろう。ランチパックはピーナッツバターですって、好きなのピーナッツバター、私食べたことないの、あのランチパックのピーナッツバターは。それではランキング読みます、ランキング読むね、あいいね、ランキング読みます。13位からいきます。13位、ツッキーさんありがとうございます。12位、山女ケースさんありがとうございます。11位、ななみさんありがとうございます。10位ボンさんありがとうございます。9位ビールバラさんありがとうございます。8位、南川みーたろうさんありがとうございます。なんか名前変わったね、これ名前変わったね。7位、加藤あと愛知県民天ぷらさんありがとうございます。6位、和也あと鉢巻きの人さんありがとうございます。待って、ね、待ってやばいね、やめて本当に。5位、ピーボーさんありがとうございます。4位、酒井修一さんありがとうございます。3位、トムちゃん、あトムさんありがとうございます。そして2位、南川春さんありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルントゥン、南川剛さんです、おめでとうございます、ありがとうございます。ダメだ、なんかみんな名前変えてるね、なんかみんな名前変えてた、ありがとうって、こちらこそありがとう、 Love you、 ありがとうございます、来てくれてありがとう、皆さん本当にありがとうございます。パチパチパチ、ね、次はすごくなんて言うんだろう、次はもう漢字も英語もバッチリにしてきます、頑張ります。配信お疲れ様でしたって、お疲れ様でした、お疲れ様です。9月22日、ピーナッツピーナッツの日ね、お疲れ様です。でまたスクショタイムします、スクショタイム、スクショタイムするね、スクショタイムするから、待ってあと4分しかない、待って、ピーナッツピーナッツもう読めるようになったね、もう読めるようになった、スクショタイム、寝言は寝ていってくださいって、なんでそんなこと言うのよ、寝言は寝て、いきます、スクショタイムします。何しよう、ピーナッツポーズって何、ピーナッツポーズってこれかな、ハートラブ、
待って私のカエルがいないじゃないか。ね、伝説生まれちゃったね。ドラえもん上手ありがとうね。カエル、カエルちゃんも、カエルちゃんこっちの方がいいかもしれない。皆さんこれ、これもカエルポーズ。ありがとう。あとなんかポーズないかな。ピーナッツ伝説ってやめて。南川春子ピーナッツ伝説って、あ、今度スヌーピー書く。はるちゃん面白すぎた、ありがとう、ね、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、じゃあお姉ちゃんも一緒に、お姉ちゃんも。アンパンマン反射しちゃってるね。アンパンマン分かりづらい。ハートの中に入るやつ、オッケー。ハート、あ、見えなくなっちゃった。痛い、ゴキゴキ。ね、ソロ公演のタイトルピーナッツかな。ね、また明日来てね。あ、待って、あと1分だ、やばい。またね、おやすみなさい皆さん、また来てね。南川遥香でした、バイバーイ、おやすみなさい。おやすみー。